紙タバコ吸う人は臭いよな、息がな。うん、アイコスは別に臭くないよな。そんなんじゃない？アイコス吸ってる人に息臭い人いる？いた？過去に友達とか彼氏彼女。やっぱ紙タバコじゃない？まゆちゃんはあれ紙タバコでしょ。あのまゆちゃんが息臭いってさ、なんか言われてるけどさ、俺臭くなかったけどな。なんで臭いって言われてんの俺。まゆちゃん、うん、かわいそうだろ。まゆちゃんがアイコスにしたんでしょ。山田が言ってたの。かわいそすぎるだろ。女の子だお前。ゼロンからないされです。ゼラも言ってた？匂い玉？ゼロワンが言ったの？息臭いよって眉。嘘でしょ？死ねるじゃんそれ。一番嫌だわ、そう息臭いとか言われたら。元彼が言ってた本当？タクマも？酒臭いって？ああ確かに酒飲むから臭そう。酒臭いのは我慢しろよ、そこは。うん、でもな、歯磨けばなんとかなる。あとベロ磨いたらなんとかなる。うん、あとは雑談してるとずっと喋ってるとね、うん、口の中ネバネバしてくるよね。4時間も何時間もね喋ってたら。雨すごいんだけど、音聞こえる？雨、何これ、なんでこんな雨降ってんの？すごいんだけど、すごい雨、朝まで降るの？帰らない、反抗期。うん、明日も雨なの？なんで、なんでそんな降ってんの？いや帰らない、反抗期、絶対帰りたくない。スクールバックとナイスお願いします。いやなんか俺のせいで機長さんがもうなんか暴言とか吐いてんのかなって、ストレスが溜まってね。なんかさ、うん、イライラしてるやん。家族って言ってくれたけどさ、なんかすごかったな、怖くて見れなかった。めっちゃイライラしてる。殺すぞとか言ってたの。殺すぞって言ってたのよ、リスナーさんに。殺すよって笑っちゃって、殺すよって言ってんだよリスナーさんに。うん、ほんで配信さ2回通知来ててさ、あれと思って。松平の機長さんの暴言さんが松平、松平が、うん、殺すぞ、今まで口癖ぶん殴るって前から。松平だけじゃない？殴るとか？松平コメントから切れたの？コメ欄に切れてる。うん。柴田コメ。どうしたらいいんだろうね、その柴田コメというか。
そういうコメント来るじゃん。切れても切れても来るじゃん毎日。なんだろうね原因は。なんか穏やかに配信できてないじゃん。どうしたらいいんだろうね。スルーできない。DM した？何を？あ、これ？これ暴言？そんなんで整形って言わないでください。心外。死ね。死ね。何が侵害だよ。消え去れこの世から。気持ち悪い。この世から消え失せろ。お前みたいなゴミは。何がそんなんで整形っていうだけで。松平何もしてないの死ねって言われる今が。二度と顔を人の様に見せるなお前みたいなやつは。これで落とされたんだ。焼けしたらいけないんだって。これで落とされたんだ。鳩がしつこかった。病み上がりだから。疲れてる。パンパン。お次ちゃんに行ったの探してみて。ちょ運営さんに動画付きでちょっと通報するわ。それ本当だったら。ちょマネージャーにちょっとやってもらうわ。うん。ひどいね。嫉妬なんだろうなあのおっさんマジで。本当だったら、うん、アキコママの枠らしいよ。月死ねってはっきり言った。それは許せないね。はっきり言った。徹底的にやるか。やるしかないね。ムカついてきた。ぶっ飛ばそうかな一回。配信外でダメかな。なかった。アキコママに見せてもらうか。アーカイブやっちゃっていい。松平潰しちゃっていい。かまへん。雑談に書いてあった。かます。かまへん。やっちゃうよ。松田の枠見たかったとか言ってもダメだよ後で。うん。ああ、これマネージャーね。マネージャー、月死ねって言ったらしいわ。うん。で動画つけてさ、運営さんに報告して。やっちゃおう。録画あったらください。アキコママの枠だって昨日でしょ。うん。アーカイブ残ってる。アキコママの、昨日アキコママの店にいましたけど行ってました。翔くんいらっしゃい。行ってるって。証人来た。証人目撃者いた。どういう流れでそうなったの。翔くん、翔くん電話できる。翔くん今電話いける？ LINE 変わったんだよね。翔くんちょっとこの QR 読み取って。これスクショして追加してちょっと。
OK。 俺の QR 3分これスクショだけしといて、翔くん追加だけして、追加したら OK してスタンプ送っといて。OK、OK。 流れ聞こうか、ちょっとね。スーパー行ってんの。キュイン。あ、押しちゃった、間違えて。指が立っちゃった。翔くんの動画にも声入ってる。なんでそんなことになったんだろうね。松平。舐めてるね。調子乗ってる？嫉妬？関係ないじゃね、月ちゃんね。機長さんにも A 番にしてやるかと言ってんの？今松田の番になったら生きる人チームも遅くないでしょ。ああね。すぐには番にはなんないけどね、多分そういうのは。松田らがそんなこと言ったの、あかんね。あ、これかな、翔くん。追加した。もう電話いけんのかな。まだいける、いけない、いける。翔くん、あ、お疲れ様です。お疲れっす。この前どうもね。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。この前で何、あきこママのバーで、いつの話？はい、昨日の深夜ですね。昨日なんだ。あ、今日、まあ、実際今日の、あ、今日の明け方3時ぐらい。そうですね。なんでそういう風になったの？おつぎちゃんのことを松田が死ねって言ったの？あの、イキリスト君も飲みに来てたんですよね。うん。イキリスト君と松田さんと夏希ちゃんで飲みに来てて、うん。それで、なんか、イキリスト君マンスリー絶対取ってくれよみたいなことを松平さんが言ってて、こと、うん、の流れはそれでイキリスト君が誠司さんのところはお月ちゃんが強すぎるから、うん、ちょっときついわみたいなこと言って、その流れで言いましたね。お月ちゃん死ねてたの、はっきり。そうです、その流れで言ってました。酔っ払ってたの？酔っ払ってましたね、ちょっと。それでまあ息継ぎは止めてました。それやばいよみたいな感じで、そんな感じでしたね。じゃあ誰の録画にあるんだろう、その声は。顔は映ってる、アングル的に映ってるの。松田が息継ぎが秋子ママの携帯持ってずっと配信してました。じゃあ秋子ママのアカウントか。そうですね。どんぐらい飲んでたの松田。結構昨日はもうめちゃめちゃ酔っ払ってましたね。うん、かなり。あきこママのアーカイブってさ、公開するのかな。毎回言ったら公開してくれるかな。言ったら公開してくれると思いますよ。毎回は公開してない？多分してないと思います。嘘。24時間後だもんね、公開できるの。そうですね。だから今日12時回って3時以降だよね。そうですね。明日の朝に言ってみるか、アキコママに。そうですね。僕が公開してて、アキコママって今配信してる？アキコママ基本的に朝のツイキャスですね。あ、ツイキャスさん。フワッチやんない？フワッチはほとんどやってないですね、最近。やってないんだ。たまにやるぐらいではほとんどやってないです。嘘。じゃあちょっと録画公開してもらうに言うしかないね。あ、それさ、アキコママに言ってくんない？翔くん、わかる？アキコママの連絡先。あ、わかりますよ。いける？あ、LINE しときます、じゃあ。うん。わかりました。僕がね。わかりました。ちょっとお願いします。で。お疲れ様です。ありがとうございます。うん、失礼します。ほらね、ありがとう。
DM した？これか？いや、これじゃない、これじゃない、これじゃない。LINE？ これか。落ちないんだ、これは。女のホテル行ってホテル代出すやろ、自分で払うわな。嘘だろ。機長は先に取らしてリスナーに。嘘だ。女に払わせるな。声でかいから。だせーな、機長。その暴露俺したんや。おい、機長。で、誕生日。聖書保護っこしやがって、お前。言わんかったよかった。いやだ。ホモ、ホモかお前。ホモです。キシャこれ。ホモです。偉そうなことばっか俺に言いやがって。バニラグループです。戦うか。そうだね。スパークで。おいキシャ、スパークで戦おうか。スパークでやってないよもう。もうないじゃん。気持ち良さだね。おいキシャ。これやばくない？もうここまで来たら好きなん。キシャ、気合いじゃないよ。ちっとか。気合いじゃないんだけど、ムカつくんだよ、あいつが。本当だな。気合いじゃないんだよ。ムカつくんだよ。偉そうなことで言いなって、俺に。僕はすいません、皆さんに言います。はい。リスナーさんに対してゴミリスターって言ったことはありません。応援してください。お
お願いします。イキリストさんも最低気分悪い。何が気分悪いんだ。ああ、ちょっと待って、お前さ、機長の囲いやろ。機長の囲いじゃない、これ機長の囲いじゃない、マジで。キャロコちゃんいらっしゃい。おいおい、ごめんね、ストレス発散。おい、うん、あーちゃんで見たしていいとかやったやつの暴露して何が最低やの。おもう最低じゃないよ、何これ。あーちゃんで性欲見たし、あーちゃんは早くお次ちゃんは残るよ。お前機長の囲いやろ。囲いだろ機長な。おいすぐ出せんぞ。おい機長な、おいおしぼりちょうどおしぼりね。他にもあんぞ。おい山ほどあんぞ、これほら。おいはい、このあと大丈夫。おい最低って、俺そもそも最低最悪な配信者な。これはバンだね。ものすごくリーサーさん大切するよ。ただ秋子ママの枠だからね。気象ってブロックするんだ。どうなんだろう。他枠で誹謗中傷。何しあいつ名古屋に来たの。おい。あと気象さん、ほら、イキリストが全部嘘だよ、あんなのっていうラインが俺のところに来てんの。この方は誰、イキリスト。これ誰。誰？機長の元ガチ恋。ガチ恋。でしかも何位？この前テレサさんって、この前。しかもこれじゃないの。誕生日の日に来なくなった。お次ちゃんのこの前。それで誕生日なんで。お金が食べれなくなったから。いや違う、なんかもう、あ、私で金止まらない。これじゃないの。で誕生日の日に来へんから。お次ちゃんないの。ちゃんな、本当な。配信外で。それは DM で送ってよ。DM で。おい機長、お前んち行こ。DM で送ってそれ。前のやつどれ来てないんだけど、今裏の貼った人さ、誰でもいいからコピペしてこっちに送ってくんない、ツイッターに。これ動画さ送ったらバンになるんじゃないの、タワクでも本人が通報したら。これやばいやろ普通にね、なるよね、秋子の枠でもね、顔出しして普通に喋ってるじゃんね。え、あ、来た来た、これか、これお月ちゃんのやつ。おい、手こき。いや、これじゃない、これじゃない、手こき、これじゃない、さっきのやつじゃん、これ、これじゃないよ、ないじゃん、その前のやつが。あ、これか、これ、それがその時の動画だよ、これ。おい、成功機スパークスパークで、おい、っしゃーガチコン、いや、あの、トムボリボリですね、うん、で、あいつが全然上がんなかったね、それも俺のせいにされたし、はっきり言いますよね、あいつに、あいつにね、俺朝の5時ぐらいの配信でね、あいつに朝5時ぐらいの配信でアンチ とあのタッグ組んでもいいって言われたんです。アンチっていうのは皆さん言いますよ、犯罪者なんです、僕の母、うん、そういう人間ですよ、ね、僕あいつの誕生日にあのケーキもだけ行きました。僕の誕生日何もなし、関わるメリットがなし。言ってないぞ。ものすごくリーサーさん大切するよ。ああ、気象ってブロックするんだ。どこで言ってんの。リーサーさんに言います。はい、リーサーさんに対してゴミリスターって言ったことはありません。なくない、お月ちゃんの部分ないじゃん。うん、上がってないんだ。じゃあアーカイブ出してもらえたらダメだね。ないわ。うん、アイコのアーカイブにあるよ。ずっと配信してから。おー。アイコママ。でも時間が時間だからまだ公開できないね。朝方でしょ？昨日の3時とかでしょ？まだ10時だもん。24時間経ってない。まだだね。うん。アキコママ。アイコ違う。アキコママね。アイコじゃなくて。アキコ。アイコ。
あきこママ、あいこもいたよ。あいこちゃん、あきこ、理事長もいた。あー、あいこママ、あきこママの枠。あきこ4時ぐらい確実にいた。松平が、理事長、理事長って何、あのベルサイユ理事長、ベルサイユ、ベルサイユがあきこママのバーに行ったの。ベルサイユ行ってたんだ。あ、そうなんだ。自転車で。どこの人なの。新宿なの。アイコ枠だったよって。アイコ枠？ごこらすべ。アイコ枠なの？アキコじゃなくて？ベルサイユの枠に音声入ってる？ベルサイユが松田にブチギレした？ベルサイユ切れたの？アキコ枠だよって言ってるよ。アキコママの枠だって。アイコも回し、アイコって言ったらアキコって言ったら紛らわしいな。ベルサイユが切れたの？喧嘩っぽくなった。アキコ、アキコキーホルダーいらない、いらない。アキコのキーホルダー、録画が欲しいんだよ、録画。うん、切れてた。マジで怒ってた、ベルサイユ。へえ。エンタメでしょ、でもエンタメ。ああ、理事長、うどん、うどん屋じゃねえから、あれ、あれバーだから、うどん屋じゃねえから。うん、切ってた。バーなんだよあれ。うどん屋って間違えてるわ。本気で怒ってた。エンタメじゃなかった。うん、あき、あいこママとベルサイユの間に松田が座ってたから、あいこママがベルサイユの枠じゃない。あいこ、アイコママとベルサイユの間に松平が座ってたから、アイコママかベルサイユの枠。どっちかなの、その二人の。うん、ベルサイユ歯磨きしながらうどん食ってた。違う、その後だから、アキコ枠だって。詳しい人がいる。違うよって、アイコママじゃないよって、アキコママの枠だよって。うん、アキコママの携帯は目の前に置いてきたよ。わかんねえ、うどん屋とか。もうわけわかんない。うん。イギリスの見方とかどうでもいいんだよ、そこは。うん。松平だから、要は。今ね。松平がお月ちゃんを死ねって言ったなって。それがどうなのって話。本当なのって。うん、で公開してくれなかったらどうしようかな。誰か潜ってて録画した人いないから。翔くん枠つけてなかったのかな。あー、どうなんだろう。翔くん枠つけてたの。いや、つけないだろうな多分。なんかそんなこと言ったんだって。うん、つけてなかった。翔くんつけてない。うん、ついてたっていう人もいるけど。うん、翼くん、翼くんもいるの。キャプテン、キャプテン翼、
誰だ翼って、誰だ、ボールは友達、とりあえずは聞くまま、翔くんつけてたやってる人も、翔くんつけてたのかな、翔くん、翔くん電話してみるか、翔くんつけてたの、翔くん、翔くん、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。翔くんって昨日枠つけてた、その時枠、その時は多分つけてないですけど、その後つけたんで、僕は多分、あ、その後か、そうっすね、多分入ってないっすね、僕のアーカイブは。じゃあ誰がつけてた枠、他に、あ、つけてないっすか、クロチンとか、あきこママ、あきこママとあいこママぐらいじゃないですか、2人、つばさくんで、つばさくんはもうつけてないっすね、つけてないんだ、はい、クロチンはつけてない、いな、い、来てないっすね。うん、じゃあ誰だ、アキコママとアイコママだけ、そうですね、そんぐらいですかね、はい、オッケー、だ、誰なの翼って、翼くんは、まあ働いてる、あ、新人の、あ、はい、そうですね、新人、まあ3、4ヶ月経ってますけど、はい、なるほど、翼、スタッフね、はい、あ、お月ちゃんの暴言吐いたんだよね、絶対ね、あ、はい、翔くん知ってんだよね、見てました、はい、あ、じゃあ、あとベルサイユ、うわ、その時間も帰ってますね、ベルサイユ、帰った後、ベルサイユが、そうですね、帰ってますね、だから、アイコママとアキコママなわけじゃないですか、あ、そう、月死ねっつってんの、そうですね、動画があればね、確実に誰かがお月様の殴り言ってました、その時に愛好ママの枠でお月様の殴り言うなってコメント聞いてました、愛好枠だって、そうですね、愛好ママも一応つけてました、あ、つけてたんだ、分かった、でも秋子ママもつけてたんでね、けどまあメインで映ってるのが秋子ママのわけですね、秋子ママね、分かった、メインで映ってるのが、うん、分かった、はい、ありがとう、ありがとうございます、はい、お疲れ様です、アキコママが確実みたいね、アキコママが、うん、松平が死ね、月死ね、なんでだろうね、弁護士に相談だ、誰が言うんだね、なんで言ったんだろうね、そんないいなやって言ってくれたんだ、ゆきちゃんは酔っ払ってた、死ぬしかな、月ちゃん死んじゃうわ、俺死んじゃうわ、うん、よつきちゃんに死んでほしくないよってお友達は右下ナイスお願いします、1446ナイスから、おつきちゃん死んだら嫌だよっていうお友達はね、右下ナイスお願いします、松平許せないよっていう人は右下ナイスお願いします、死なないでおつきちゃん、右下ナイスお願いします、1500ナイスあります、死んだらダメだよね、お月ちゃんね、守らないといけない、うん、イキリストさんはお月様の悪く言うのはあかんってちょっとの前の枠でも言ってました、あ、言ってくれたね、言ったのは私だからイキリストさんは関係ないね、ね、殺すだったらもっとあれだね、罰が重かったのね、
死ねだけだとな、弱いっちゃ弱いよな。殺害予告ぐらいしてほしかったね、その時ね。さあがっつりいけたね。死ねで持っていける晩まで持っていける重い十分どうなん死ねっていける重い。あ、かばってくれたな。バンまで持っていける本当にするするから。重い本当いけるの。名指しだもんね。おう、ロックがいるな。機長にも言ってた死ねって。10月から厳しくなってるからね、確実にね、うん、関わりないよね。とわちゃんはね結構投げてたんだよ、ワオワオの時にね。みっちゃんも投げてたんだよ、松平に。おつぎちゃんはね投げてないよね、ワオワオの時ふざけて、ほら風船とかね。うん、おつぎちゃんね、おつぎちゃんナイスお願いします。投げてないよね、ナイスお願いします。お、なんだぶつかった、バコってた今。大丈夫か、事故大丈夫。うん、事故じゃないよな、大丈夫か。バコって聞こえたよね今ね、バコって何の音聞こえたよね、バコって言った今。当て逃げか、わかんない。見えた？結構でかい音したよね。でかい顔、うるせえよお前。何？でかい顔って。でかい音がしたんだよ。でかい顔じゃねえんだよ。ほんならでかい顔って。見てんだぞお前、全部コメントお前。なんだでかい顔って。でかい音。ちっちゃくなってるから、顔はね。ちっちゃくなったんだよ。顔はさ今目が腫れてるよね、めっちゃなんかパンパンじゃない、うん、バコって言ったでしょミキちゃんと。今日顔ちょっとブサイクじゃない、なんでだろう今日ブサイクじゃない、今日なんで漏れてないんだけど、肌が綺麗だけど、なんかねいつもかもしれん、なんでだ今日漏れてないな、疲れてんのかな顔がさ、ラーメン食ったのよ、疲れてる顔、塩分、髪の毛伸びた、髪切りたい、こんなもん。目が疲れてるよね、ちょ目薬するか、目がすげえ疲れるわ目が。うん、腫れ低いよこれから。目が前の線に戻ってる？嘘。釣り上がった目が垂れてきてる？ボトックスが溶けてる？いい感じ？でもマネージャーがさ、なんか、予約取ってくれてやったよ。なんだっけな？何すんだっけな？ 11 日にもう一回行くって言って。垂れてきた？大丈夫か？行かなくて。11日3時からマリエ先生ボトックスのお直し予約できました。お直し11日、どうする、こっちにまた打つってボトックス、お直し余計おかしくなる、やめる、お直し
もういいの？じゃあどうすんの？予約取っちゃったで。じゃあお前に電話するから。お直しいらない。もしもし。もしもし、マネージャー。はい、やめときますか。ボトックスのお直しいらないんじゃないかって。やめときましょうか。うん、なんか治ってきてるって目が。確かに。あと眉毛下ちょっと生やせばいいですかね。眉毛を生やせばいい。あの下、下の眉毛ここ。はいはい、そのそこ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 ここ。そう、でもそこ下がってますよね。そこだいぶ変わるね。ここが。そうなんです。その下がったりするとこれが、その眉毛のちょっとあの眉山の上を打つと、うん、ピコンって上がるのがちょっと。あ、テープでいいって。テープでいい、テープでなんかここにボトックス打つんでしょ。でここを下げたいんでしょ、眉毛を。こうやって。そう、あのちょっと上、そう、そこに、ここに打ちたいんでしょ。そう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 。お直し。はいはい。いらねえんじゃねえか。それか、うん、アイ目のハイフってあるんですよ、アイハイフ。うん、それしますか。痛い。そんな痛くないです、ハイフ。なんかアイハイフ打つと目がパチって開くんですよ、結構。うん、あのハイフシャワーなんでそんなに痛くはないかと。ハイフ痛いって。痛いですか。うん。じゃあどうする、やめる。やめときましょうか。うん、あれやりたいわ、早く。シミ取りと。シミは、21日。はい。あともう一回ダーマペンか、ポテンザ。ポテンザですよね。うん。わかりました。21がシミ取り。21シミ取り。で、20日が1ヶ月検診。モニター。はいはい。1ヶ月検診、20日。うん、うん。じゃあいつになるの、これ。次のダーマペンは、そのあたりに行きましょうか。うん、来週大阪ですもんね。21日シミ取り、そう、大阪。21の後ぐらいに、うん、皮膚治療しましょうか。うん、ね、うん、うんうんうん。何かでもマシになってきたけどね、目はね、多分。やっぱそう思うんですよ、ちょっと落ち着いてきました ね。うんうん。どっち先やんの、ね、ダーマペンとポテンザ。あ、どっちでもいっちゃいいんですけど、うんうん、赤くなりたくなかったら、うん、ポテンザとかサーマジェンとかでもいいと思うんですけど、うん、うん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 。前のも結構効いてましたもんね、あのダーマペンね。うん、結構効いたね。でまだちょっとここ硬いね、皮膚が。ああ、あの脂肪を取った後の中が硬い、ここは。はいはいはい、うん、そのうちなくなってくるって。はい。で、あの目の下の赤みも、うん、まあ、2、3ヶ月待ってくださいって、うん、うんうんうん。ほうれい線ってこれ完全にはなくなんねえのかな。それでももうちょっと馴染むの待った方がいいと思うんですけど。ここボトックス打った方がいいんじゃないの。いやでも社長ね、昔の写真と比べると、うん、すっごいなくなってますよ。本当、ほうれい線。うん、ほうれい線短くなってる。うん、何笑ってんだよ。笑ってないでしょ。笑ってない。うん、もうめっちゃ良くなってますよ。良くなってる。うん、本当。昨日もだってから顔小さいなと思いました。本当、横顔が全然違う。うん、そう、うん。とりあえずあれだね、20日か、一番最近で。20日の検診。はい。で21日にシミ取り。シミ取りです。うん、
じゃあそのあたりにもう一発入れないと。肌、肌ね、うん、この21の週に、うん、はい、お願いします。シミ取りは、シミ取りいくら？1万？多分、いや5000円とかそんなんですか。そんな安いの？大きさによると思うんですけど、うん、はい、シミ取り行こう。ダーマペンはいくらの？ダーマペンは速攻は1万9800円とかそんなんだった気がする。そんな安いの？はいはい、あと、そうです、それぐらいですね。あ、そう、はい、安いね。安い、うん、じゃ予約しといて。わかりました、予約します。ほなね、はい、お疲れ様です。はい、あとね、お月ちゃんの、この死ねって言ったなって、松田が。そうですね。それ、録画あったらちょっと、梅さんにちょっと報告して、それ。そうですね。あと、文章でもちょっと送ってみます。文章で一応送っといて。あの、何月何日何時って、4時ぐらいだって、昨日の。今日の朝の4時。あ、きこママの枠。わかりました。4時ぐらい。ママ。わかりました。それ、弁護士にも言って。そうですね。うん。あ、アイコじゃなくて、アキコママ。アキコ。アキコママ。はい。うん。全力で言って。全力でやります。うん。わかりました。ほらね。はい、お疲れ様で。名指しだからね、希少さんの場合は、あれでしょ、タヌキに行ったんでしょ。名指しはあかんよな。で、落とされたんでしょ、今日、機長さん、バーンって。うん。名指しはあかんよね。松平さんね、やりすぎ。で、落ちたね。うん、松平。嫉妬なんだろうな、多分。雨すごい。機長は今日落とされたの。この匿名のタヌキさんに、なんかね、しつこいやついたんだって。死ねえお前って言ったんだって。そしたら落とされちゃった。機長さん名指しじゃないでしょ。タヌキでしょ。タヌキ南郷さんでしょ。わかんないじゃん、こんなの。何号とか言っても。こっちは、月って言ってるの。月。月死ねって言ってるの。うん。あ、クラッシュしたの？機長さんの端末あれ、マジでクラッシュ多いかな。うん。呼び捨てだった？ナホ？ナホって名前？弁護士から運営直接言ったら大丈夫。アーカイブ出さなかったら弁護士から運営に直接言えばいいの。そしたら出してくれるんだ。松平。なんであんな調子に乗るっかね。なんで？いきなりうちのリスナーさんの名前なんだろうね。ひどくない？うん。キチョピ落とされたね。クラッシュ、あ、クラッシュなんだ。うん。妬み。お月ちゃん関係ないもんな。まさやに負けたの？松平？嘘でしょ？プラチナに負けたの？プラプラが？マジで言ってる？まさやに？嘘。マジ言ってんの？誹謗中傷ひどかった？松田を許すな、松田らを。すごかった。
松田通報しました。許さない、二度と絡むことない。機長さん結構あれだよね、松田とさコラボバトルしてたもんね。だから絡むのやめた方がいいんだよマジで。ああドルリスさんが政治リスさん強いって言ったら松田がお付き死ねって言ったんだ。ああそれはあかんね。死ねがやばいっすね。二度と絡まないって。結構なんかバトルしてたよね市長さん。友達は選んだ方がいいよね。だから市長はさ俺だけでいいんだって。うん。他絡むなよ俺以外。言ってるやん、いらないから、わん雑魚は。うん言ってる。うん俺がいるからバトルしてやるよ。俺がそんなバトルしたかったら。奈々ちゃんはいいよ絡んでも。うんバトルしたるわ毎日、毎時間してやるわ。1時間おきにしたるわバトルやりたかったら。うんそんなやりたいんだったらグローブ欲しいんだろ。駒井くんはいいよ。うん。駒井くんだったらいいよ。養分と。うん。オアシスパール変えた方がいいよ。タバコはね。これ最強だからこれ。これね。これ最強。これね、お月ちゃんもこれ吸ってるから。これ、間違いないよ。これ騙されたと思って吸ってみ。これ間違いないから。同じ？そう、フルーティーなやつ。そう、お月ちゃんと俺、オソロなんだ。うん。俺なんでこれに変えたんだろうな。俺ブラックパープルメンソールだったんだよ。間違いで買ったのかな。なんで買ったんだろう俺。秋小物の赤部キャスだった。あキャスだ、キャスじゃないよ、ふわっちふわっち、うん、味変で買ったのか俺。なんかリスナーさんに言われたのかな、これうまいよって、うん、眉もこれなの。絶対嘘、眉これじゃないでしょ。似てるのあるからね。マジで？前もこれなの？そう。戻そうかな、ブラックパープルに。オソロなの？カエルか？オアシスなの？マユちゃんに一本も、ちょっと待って、マユちゃんに俺一本もらってからこれ吸ってんの？嘘でしょ。どこでもらったの俺。キャリーも
キャリーもこれ、いやキャリー違うって絶対影響受けてんじゃん俺。前の誕生日の日に嘘。マジかよ。あ、キャリーちゃんセンティアだった。なんか安いやつだった。マユ信者かよ。なんかさ、新しい味ないの？紹介して。新しい味。それ買ってくるわ。なんかないの？新しい味。スイカ味？スイカはいいわ。スイカはそこまでだ。イエローメンソール、サンパール、何サンパールって、サンパールって何、何それ。サンパール、あ、サンパールがスイカなんだ。いらんな、スイカのタバコは。誰か知ってる人いるの？サンサンポール、サンポールわかんですったらまずい。甘いのはちょっとやだな。フルーティーなメンソールがいい。サンポールトイレの洗剤です。まずかったって言ってんじゃん。スイカ、スイカまずいって。俺いっぱい買っちゃったよ。4カートンぐらいよ、貴重さんちに。俺4カートン。ああ。お前よ、整形したね。もっと意地悪なカバカバになっただけじゃねえかよ。わらわらわ。ブロンズなんだ。ブロンズ。ブロンズ。ブロンズなんだ。これね。なるほど、ブロンズだ。これどうしたらいいの、どうしましょう。絡んでほしい、絡んでほしいの。これ誤爆無料アイテム、ステアカっぽいけど、うん、配信者ではあるね。ブロンズは配信回してんじゃない。名前がドット X ある、あるある。おう、どうする、やんちゃできないでしょ。でも俺とできないでしょ、無理でしょ、逃げるでしょ、逃げるよね絶対。うん、電話できないでしょ多分。かまちょっしょ、ツイッターに DM。 かまちょ多いよな。 NG 入れとくか、一応めんどくせえから。いらねえよな、こういうカマチョの仮想配信者。いらなくね？もう一生仮想ってるよな、ブロンズで。センスないんだよな、マジで。なんで絡んでくんだろう、これ仮想って。なんで？かまってもらいたいの？マジうぜえんだけど。捕まえた。うん、羨ましいの。ネタんでもしょうがねえじゃんね、センスがねえんだからさ。稼ぎたいのか。センスがあれば稼げるよ、過疎でも。センスがないんだから、売名してもね稼げないんだよ。勘違いすんなよマジで。そんな甘いもんじゃねえから。うん、いるよね勘違いしちゃう人。
困っちゃうね。センチはまずい。うん、安いやつでしょ。スクールバッグもいいんですけど、ナイスお願いしたいですね。ナイス1600ナイスまで、ナイスが欲しいです。ちょっと今日配信がねちょっとできなかったからね、夕方ね、ナイスが欲しいです。1600、夕方も回さなきゃダメだな。これ2000いかないよ。これゼロ率いる？ゼロ率。ナイスが欲しい。今日パチンコ行っちゃった。うん。ゼロ率行って、全力で行って。ゼロ率、右下ナイス、全力で行って。もうゼロはさ、多分 TikTok やってないのかな。今やってる？やってないでしょ、多分。そうなんだ、今日さモンジョリンとこ行ったでしょ、山田が。あれで2000ぐらい行ってるからね。やってないか、だから来ないんだよ、ゼロリスさんが。やってないもんね。やってたら来てくれんだけどさ、誠治にナイス行ってって。うん、押します。ゼロリスさんありがとう。やってないもんね、ゼロワンが今日休んでるか。ゼロに頼らないと勝てないよ、強いんだもん。みんな強くない？ちょっとナイスのランキング見て、みんな強いよね。今月結構横ばいじゃない？ちょっとしか差がないんだよ。強いよね。いやそれはできないわ、電話してまでは。それはできない、さすがに。疲れてるしね、ゼロもね。そう、いや LINE ができないよ、そこまでは。だって今日100万ぐらい投げてくれたんだよ、アイテム112万だぜ。うん、お返し大変やで。無限さんも投げてくれて、あと要さんもね、20倍ファンタ投げてくれた。マジめっちゃ投げてくれたよ、すごかった。機長さんとこ来た？ゼロワンお返し行くって言ってたで。来てない？今日機長さん来てないっす。お返し行かなきゃって言ってたけど、あ、来てないか。ごこらすかい、ありがとう。あ、シルバープラスのお前がみくちゃんね、ありがとうございます。来てない。かなめさん投げてくれた。ゼロワンが煽るのよ、あれかなめさんっつって、ファンタ投げながら俺が連れてきたっつって、無限さんも連れてきたっつって、あれかなめさんファンタ言ってください、カナメさん何回も煽ってんのよ、ファンタだけだから。うん、煽り合いね、3人で。うん、俺はお返しいりませんって、無限さんがね、でお返しは0万円お願いしますって。でファンタ投げてくるのよ、無限さんが。うん、すごかったよね、3人でね。ちょっとあれ豪華すぎないか、あれは神回でしょ。うん、あーなるほどね。ぐちぐち言ったら生きにくくなったな。 TikTok アイテム投げたら LINE すら来てないって言ってます。 TikTok アイテム投げたら LINE すら来てないと怒ってた。すごいよな、無限さんもな。もうさ、無限さんさ、誰とも絡まないでもさ、ずっと1位なのに、ゼロワンだけは大事にしてるよね。ずっとね、ゼロちゃん、ゼロちゃんつってね。
そこまでさ、てっぺん取っちゃうとね、今まで絡んでた人どうでもよくなっちゃうがちじゃん。なのにゼロちゃん、ゼロちゃんってずっとね、ゼロのこと好きだよね。すごいよな、あれが本当の友達なんだよね。僕はね、あのゼロワンはね、友達だよ。プライベートはね、最近は遊んでないけどね。友達だよ、ゼロワンは。誘われないけどね。だけど今度養分の誕生日の時にね、会うから。そうだ、俺ポーカーとか付き合いが悪いからさ、俺ポーカーとか行かないじゃん、ギャンブル。せいちゃんの依存が嫌だって。ポーカーしないもん俺、付き合い悪いからさ、酒も飲まねえじゃん。付き合いが悪い。本当は行かなきゃダメだよね、プライベートでもね、遊ばないと。何回か行ったけどね、ポーカーね、 2,3 回行ったけど遅くまでやんないもん俺、飽きちゃう。養分の誕生日の漢字誰だろう。15日の漢字は中ちゃんかな。14日はゼロワンがやるんじゃないか。ギャンブルやってもいいけどさ、ゼルワンと稼ぎが違うじゃんねえ。同じように遊べないよね。俺給料制だしさ、そんななんつうのバカみたいに金使えないんだよ俺、給料制だから。会社のお金使っちゃまずいもんね。かける額が違いすぎる。マジでね、ゼロワンも給料さんの俺がちゃん、給料はね低いです、低い。皆さんと一緒ぐらい。だからいっぱい稼いで政治羨ましいなって思ってる人ね、僕の手元にはお金ないんですよ。会社の口座に入っちゃうんですよ、税金の分があるからね、やっぱ。だから絶対ね、給料制の方がいいと思うけどね。あればあれだけ使っちゃうでしょ。でしょ、プラチナプラスはね、あの金額がねでかいでしょ、普通のお仕事より。だ金銭感覚まひってくるんだよ。あればあれだけ使っちゃうでしょみんな。だから税金が高いとか言う。そう、あ、今日帰るって、マサヤン。マサヤンかないっす。え？ゼロワンの家に今日夜友達が来るよ。行きたいなぁ。何するんだろう。呼ばれてないなぁ。誰が来るの？かなめさん来んの？ポーカーか。ポーカーじゃ行ってみないよな。1時頃集合？あれ、機長も呼ばれてんの？機長呼ばれてたの？そうなん？
ね、機長はイベントもやってないから行ってもいいけどね。僕イベントあるしね、ナイスもやってるから遊んでる場合じゃないんでね。マサンからね、それです。行かないかな、でも体調悪いか。いつも呼ばれないね。寿司パーティー、うん、ナイス増えそうだね、行ったらね。でもポーカーは映せないでしょ。コメント拾えないよね、集中してるから。1600ナイス、ありやす、行った。ありやす、寿司食ったってポーカーか。行ったことないよ俺、ゼロワの家。減ってる、減らすなよ。なんで減らすんだよ。一回押したらそのままにしとけよ。減らすなよ。誠治さんの意味は何ですか。小学生のみたいなコメントするね、大谷翔平に。ねえ、夢なんかないよ、何も。うん、何もない夢なんか。夢ね、今見てるリスナーさんが幸せになれればいいなって思ってますね。うん、いや、そういうのはないですね。うん、幸せになってほしいなって、ハッピーになれたらいいなって、みんながね。うん、僕はね、別に何もないね。うん、幸せになってほしい。素敵な人とね、結ばれて家族を大事にしてね、幸せになってほしいなって。せいちゃん結婚できたよ、彼氏できたよ、うん、そういう報告待ってます。うん、TikTok でゼロちゃんのとこが来ました。ありがとうございます。できれば右下のね、拍手ボタンを黄色くしてほしいです。ナイスボタンがあるんで、そこを押してほしいです。うん、せいちゃん無限のバトル1億、うん、ポイントプロリンいくらもらえるか。それね、3倍とか入ってるから分かんないよね。なんかスピーチャリ入ってるっしょ。いくらだっけそれ、2000万ぐらい。うん、あ、ライバーさん、今の方1億ポイント3割、約いくら。じゃあ1億ポイントの3割、3000万ぐらい。7000万課金されて3000万手取り、純粋スコアの 40%。ピッチャーに入っちゃうと分かんないよね。うん、多分3000万ぐらいじゃない。あ、せいちゃんにナイス押し替えてくれてありがとうございます。山田からナイス押し替えお願いします。皆さん押し替えナイス。うん、あ、日韓スコアだったら分かるのか、いくら儲かったって。乗り換えナイスお願いします。皆さん間違えておっしゃった人、あ、グローブもあるのか。 TikTok はね、還元率はどうなんだろうね、同じぐらいじゃない、3割か4割じゃない多分。うん、一緒ぐらいっしょ。ふわっちのがワンチャンいいかもね。なんかほら賞金とかあるじゃん。にやかでナイス、ありがとう。
事務所に入れば5割はそれ嘘デマ、それ嘘です、そういうデマ流れてたね結構ね。あの事務所に入るとなんか変なのでバンになった時にすぐ対応してくれるだけ、運営さんにバックは入んない、バックが入るのは事務所持ってる人だね、自分のライバーさんが稼いだら TikTok の上からボーナスが入る、そうだからいっぱいこうライバーさんを抱えたいんじゃない事務所が、そういうからくりらしいよ、そうだからといってその事務所の社長がライバーさんにボーナスだぞっていうのはないんだろうね多分、これ運営さんから入ってきたからちょっとお前頑張ったからちょっと上乗せするわボーナスあげるわみたいな、多分そういうのないんだろうな。だライバーさんのメリットはなんか変なのでなんかバンになったりとかしたらすぐ言ってくれる、あとは事務所内のそのなんていうのバトルがある、あジェロワン10万くれるの、異議申し立て、そうだね、うん、そういうのがあるんじゃない、だからあの無所属の人もいるけどね普通に、あのリョータッチも無所属でしょ、うん、事務所入ってない人いるよね、あゼロワンライバーさんに渡してるんだ、すごいね、そこで儲けようとしてないんだ、ピンハネしてないんだ、担当の運営がつく、そう無所属でも問題ないんだ、自分で言えばいいんだ、異議申し立て、それがめんどくさいやつは事務所入ったほうがいいね、うん、あとはいろんなほらいろんな大手さんと絡めるチャンスがある、事務所に入るとワンライブだったら無限さんとかムカタンとかいろんな横のつながりがあるからね、ゼロワンも無所属なの？嘘でしょ？ゼロワンワンライブの社長だね。入ってるじゃんワンライブに。無所属じゃないでしょ？え？入ってないの自分ゼロワン。担当ついてないの？意味がわかんない。どういうこと？事務所の社長だから入ってるっしょ。入ってないって意味が分かんない、担当は個人でついてるだけ、社長だけど利益オーバーで所属で、そうなんだ、じゃあアカウント消したら入れるんだ一回、ダメなんだしのぎが多くて、あらららら、らアカウント爆破するしかないよ、じゃあ下からデイビーが来てる、どっちのデイビー、金塊？金塊が来てる？いや大丈夫っちゃ大丈夫だけど、金塊さえ抜かなければ大丈夫でしょ？どっちが来てる？秋のグルメ来てる？あーピピってやつか、秋のグルメ、うん、これでも3万だから金塊の方だけ抜かれなかったら大丈夫やね、金塊だけね、このピピってやつ強いな、金塊も3位だ、そうそう両方ピピ強いね、誰だピピ、ピピ知ってる？誰ピピって、かわいいの、うん、爆弾してる、狙ってる、かわいいのピピ、ラジオかよ、うん、ひまわりさん来るからは分かんない、分かんない、両方狙ってる、可愛くないの、マスクしてる、
ひまわりさんちょっと警戒だね、近海ね、ちょっと危ないね。近海は撮りたいね、撮りたいわ近海。10万円だから、うん、一人ちょっと寒いやつがいるな、一人寒いコメントしてるやつがいるな。1344か、1344、1344号さん NG 入れていい？あの一回自分がさコメントして誰も拾わなかったからって検索してみてまで書いちゃってんじゃん、滑ってるよ滑ってる、誰も笑ってくれてない、自分しか笑ってない、 NG ね。うん、滑ってんのに気づかないでねえ、自分でさ検索してみてって書いちゃった。うん、ねえ面白いと思ったんだろうね、多分誰も拾ってくれない。なんで拾わないの皆さん、なんで、うん、知らなかった、つまんなかった、無視、知らなかった、つまんねえ。なあちゃん15個出すかい、つまんなかった、みんなスルーされますからね、だから無視が一番効くね、効く、誰も拾わないから自分でまた書いちゃった、同じこと検索してってこの人に言ってるから、誰々さんのお孫ですか、みんなシーンとしちゃってるから、成田さんで検索お願いします、うん、つまんねえねえこやつがいるから、うん、嫌になっちゃうね、うん、ポイント見てた、恥ずかしいよ、今日ちょっと早上がりしていい、早上がり、早上がりしたら抜かれるな、ダメだな、抜かれるわ、うん、眠くなっちゃった、眠くなっちゃった、なんか眠い、うん、眠たい、疲れが出てる、43歳、僕なんでナイスやったんだろう、あれナイスが疲れるわ、うん、抜かれたらダメ、うん、ダメ、30分で来るもんダメ、うん、そうだナイスも浮気されるからダメだ、そうなんだよね、50個ラスコイパッチャン、グレートラスコイグレート、おう、鮭熊300いってる、ミラコン2ナイス、ミラクルいってる、うわミラコン、近海ミラコン、いや目覚めた、うわファンタスティック、うわ目が覚めました、うわすんごいや、えぐ、クリちゃんもマツタケもナイスだよ、ズータンすごいだろ、ガチナンバーワンだよ、ナンバーワン、俺がすごいんじゃないの、投げしさがすごい、すごいでしょ、もうね結構有名になっちゃってるから、結構いろんな枠でもね名前書かれる、有名になりすぎて俺たちが
で僕イベント次マジで勝ちたいイベントがある、ふわちレコード、これ歌だって、歌、歌といえばせいちゃんじゃん、これ出ていい、これいつからふわちレコードギャザリングもらえる、12日からいい、あ出ていいって、これ出たい、特典がさ、何イメージソング収録、いいですか、ソロがある、これさ愛の塊とか歌えんの、いいの、これオリジナル愛の塊 OK、 オリジナルなのかな、デュエットもある、相方が歌えるのかどうか、ふわっちのイメージソングなの、オリジナルか、ジャニーズダメ、嘘、オリジナルなの、誰が歌作るの、作曲はウイだ、誰が作るの、イメージソング、あ書いてあるわ、イメージソング収録、権利があるかダメ、ウイダが作るの、新しく曲を作るディレクターがいる、どんな歌なんだ、 YouTube YouTube みたいな、夢をつかめ YouTube みたいな、そんな感じ、ふわちのテーマソングみたいな、どんな歌なんだろう、歌が分かんねえよな、これがテーマソングなのかな、ふわっちの、誰が作るんだろう、有名な作曲家が作るの、これ MV、 MV に出演できるの、 MV ミュージックビデオ、画像や動画だけの提出だけでも MV に出演できる部門ございます、その他入賞者だけのオリジナル BGM 作成、名前入りペンライト、デコレーションセット、MV、機長出るけど大丈夫。ギャザリング、仕様変わったよ。嘘。あ !0.004% で当たったら即。これさ、だギャザリング詐欺するバカがいるからだろ、これ。自分で。自分のタイミングが使えなくなったってことでしょ、もうバカだろマジで、ルール変わってるやん、アホだろ、もう詐欺やるからだろ、アホじゃねえマジで、なめてな、当たったら即発動だって、うーわー誰のせい、これ当たったら即だって、だからすごい通報が入ったんだと思うよ、もうバカだろマジで、アホじゃねえの、もうすぐ使えよもう、アホだろ、うん、通報がすごったんだ多分、誰ギャザリング詐欺師、0.004% で当たったら即発動、いきなり使われるってこと、0.004% だいぶ低いで、確率プチンより低いんじゃない、うん、計画できない、できない、いきなり来る、いきなり発動、うわー、詐欺のせいだよ、待機できない、だから
だから爆投げされてるとこに来るとは限らないよね。プチュンとかね、なんか5個でもプチュンとかするしね。うちは当たんないんだよね。いっぱいアイテム来るんだけど当たんないの、プチュン系は。デイイベ秋モミジ狙ってる。デイイベ、まあ抜かれても差し込んじゃえばいいんじゃないの、うちでね。差し込んじゃえばいい。やっぱ金塊が欲しい。金塊を絶対に取りたい。モミジより3万だもん、そっち全然値段違うもん、金塊と。プチュンマジ仮想多い、ほとんど仮想。大手さん出ないね、なんでだろうね。使わずに終わるとかやばいね、それはやばい。あ、でもよかったんじゃない、詐欺師がいなくなるから。それでねえ、ギャザリング詐欺師が、相談があります。僕は相談ないですよ、何にもない。何の相談もない僕は。アディーレとか行ったら、アディーレ無料だよ、相談だけだったらね。えみんなアディーレ行ってるで、相談は。俺アディーレじゃねえもん。マスク配信者32歳がカバを倒したい。な、何を倒すの、喧嘩、相撲、イベント、マンスリー、何を倒すの、誰。マスク配信者って、誰。マスク配信、金塊を倒したい、俺の。無理じゃないか。うわ、グレート。はい、はっちゃん、毎度おやすみね、グレート。ナイスナイスでいいね。金塊は絶対に譲れないですね、賞金が違いますからね、明らかに。ピピさんって強いね、食らいついてくるね、ピピさん。ふわっちのザワールドの海外デジタル広告写真送ってくれって。何、海外デジタル広告って、こういうなんかビジョンに出るの、来た運営さんから。韓国なのこれ、韓国のこのビジョンに俺の画像が出るの、マジで。海外デジタル広告に提出したい全身や上半身の画像、ご入賞、ご入賞者のご本人の写真もしくはオリジナルイラストご提出ください。頭頂部、肩、両手など上半身の一部が切れてない画像提出してください。広告審査基準が厳しいことが予想され、通常他のイベント特典ではない支障のない画像でも不可の判断をせざるを得ない場合がございます。威圧的、挑発的な表情、のものや露出の多いもの、最低数をお願いする場合がございます。うえーみたいなダメなの、うえーこういうのダメなの、こんなのダメなの、これダメ。
挑発するやつはダメダメです。うん、これはこれはいいの？これもダメ？これこれなんかのハンドサインみたいになっちゃってボツになる？ 9.11 みたいな、なんかなんとかバズーカみたいな Z、 これロシアで、ロシア、これダメ？ロシアの Z、 これダメ？どうしたいの？これこれ、Z ダメだよね。あのほらウクライナとロシアの戦争でさ、ロシアのさ戦車に Z って書いてあるんだよね。ダメなんでしょあれ。 Z なんであれ Z なんだろう。ロシアのなんでなの。ロシアでしょ。 Z って関係なくない。なんなんだろう Z って。ダメでしょ。なんでなんだろう。戦車に書いてあるんだよ Z って。ナチを倒す、 N を倒して Z、 そうなん、そういうこと。 N を倒しちゃえば Z、 N 倒したら Z、 そういうこと。そういう意味なんだ Z って。勝利のための頭文字だった気がする。諸説ある。どっちが正解。 N を倒して Z だった。 N を横に倒したら Z。 あ、本当だ。真横に倒したら Z だ。 Z で送ってみる。却下される可能性がある。これN にした N。 これだったら大丈夫か。 N 送ってみる。韓国だって。韓国韓国なんで韓国なんだろう。調べたら、自軍と敵軍を区別することも目的。全然関係ないじゃん。市長さん韓国行くって。俺初海外韓国かよ。マジかよ。初海外やだな。初海外が韓国って、初めて。ハワイとかが良かった。バリとかが良かったわ。韓国って沖縄より近いのか。めっちゃ近いやん韓国って。すぐ行けるやん。やだな韓国。2時間でしょ。つまんないでしょ韓国。うん、シンガポール毎月行けばいいじゃん。韓国、韓国何がだって、あの水洗トイレだけどトイレットペーパーはトイレに流せないのが嫌だね。あれバケツに入れるんでしょ、うんこした紙。トイレットペーパー硬いやつ、そうでしょ。水に流せないでしょ。流せる？あれ流せないとこなかったっけ。あったよね。流せ汚いの。なんか
水に溶けないトイレットペーパーだからトイレに流せないって聞いたよ。流せない、タイか韓国流せる。 BTS もケツ拭いてそのうんこをついた紙はバケツの中に入れるって。タイは流せた？どこだっけ？流せないところ多いよってほら書いたじゃん。ホテルは大丈夫？流せないとこ多いってほら。汚ねえよな韓国。いや臭いでしょ。だってうんこがついた紙をさバケツに入れるんだぜ。マジ臭いだろ。そのバケツの蓋も触りたくねえしさ、蓋が開きっぱなったらそれうんこがついてるわけじゃん紙に。絶対匂いするよね。汚くね？見たことない？ほらこの前韓国行ったけどホテルのトイレ流さないでって書いてあった。ほらほらな、韓国流せないじゃん紙だから言ってる。韓国ダメだって。安いホテルダメ？ホテルによるのかな。安いホテルなのそれ。紙はでかいバケツに入れるの。星5のホテル大丈夫？流せたよ。どこのホテルかわかんない。ロッテのホテルと流せる。ロッテのホテルがいいんだ。あのロッテリアって何、もしかして韓国だっけ？そっから来てる？ロッテリア、ロッテ韓国企業かあれ。ああね、韓国系なんだ。ロッテばっかりなんだ。じゃあ韓国はロッテ。え待てよ、ビックリマンも韓国なのあれ。ロッテ、え俺たち子供の頃買い漁ったビックリマンシール、あれ韓国？ミラクル、ミラクルキュータン、ファンタスティック、ミラクル、グレート、よいしょ、ツー、動いてくれた。2と3が競ってるから。なるほどね、さすが先読みミラクル。なるほど、あ、なるほど。あと20分ね、20分前ね。警戒して警戒して近海で、ね、なるほどね。2位と3位が競った。あーなるほどね、競るよね。競るとだんだん上がってくるもんね。オッケーオッケー。整形の悩んでは整形していいなと思いましたか？思いましたよ。ダウンタイムはしんどいですけどね、ある程度超えるとダウンタイムもあの楽しみになってくる。あもうちょっとで晴れ引いたら綺麗になるかなって。うわーミラクルいった、強いのいってる、ミラクル連発。ミラクルいってるいってる、スーターいってる。しんどいです、しんどいよ最初はね。もう顔パンパン、痛くて寝れないから痛み止め飲んで、もう毎日不安だよ最初は。もう全部パンパンだから、本当にこれ治るのって心配になるよ。だんだん腫れが引いてきて、あなんか良くなったかもみたいな、うん、毎日バカにされるよ。誹謗中傷毎日、絶対やんない方が良かったよね。260万かけてそれ、くさわらわらわらみたいな、バカだろ金呼ぶとか結構言われるよ、うん、
今年は税金任せてください。うん、なんとかなりそう。なんとかなるよ。ちゃんとね、やってるんだ。税理士さんつけて。うん。もう僕クラスになるとこれ絶対脱税できない。目立ちすぎちゃって。他のね、傘のプラプラはね、脱税してるやつ多い。確か、松尾と。うん、僕ぐらい目立つとね無理だね、さすがに調査が入るね。うん、さすがにね払わないと。やっぱりいや何も言ってないです。うん、節税もっと頑張りたいね。だから保険も入ったよ。なんだっけ、健康保険、会社でなんか健康診断して生命保険節税になるから。いや待つとは言ったけど、そう、まあ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 、いや何も言ってないです。もうそのうちね来るよ絶対。積むと思うマジで。うん、その絶対積むで、来るで、払ってないやつは。うん、え、パルちゃんにもブロックされたの松平。いやしないよパルちゃんは。まつげのことする、しないでしょ。喧嘩したの、嘘、マジで。あの温厚なはるちゃんが松源さんを、なんで、何が、嘘だ、ガチで怒らせた、いつ、あ、 LINE ね、嘘、マジで。ハルちゃんのサブアカでブロックした、フワブロックしてた、 LINE も絶縁じゃん。じゃあゲンさん何、あ、しつこかったんだ。うん、ダメだよね、ニュースの邪魔したんだ。うん、それわかんわ。あ、コラボ申請ね。うん、ライン付はブロック、そうだね、絶縁みたいなもんだね。それはそこを離れたか、松平だな、必死なんだろうな。うん、韓国人だから税金は免除されるって、いやそれはないよね。日本人だよね。うん、あ、どこ旅ね、日本人だよね。そう、雨がすごいのよ、土砂降り。昨日洗車したばっかりなのにさ、雨すごいんだけど、やむのこれ、これ洪水とかなるんじゃねえかってレベル、すごいんだけど。あ、ナイスね、ナイスお願いします皆さん、ナイス。佐々木蘭、政治はマジで無理、意味がわかんない、こっちから無理、ごめんね。あんな下品な女無理だよ、悪いけどやめて、マジいらねえよ。うん、不潔だよね、すごい気持ち悪いね。可
顔とねスタイルがちょっといいからって調子に乗ってね、でよりによってミズニャンとイチャイチャしてる時点でもうねダメよね、お察しよね。うんねえ、アル中だし酒くせえし風呂入ってないし、うん、山田天然性センスがある、センスがあるんじゃない、ルイトモだよね、ルイトモ。ミズニャンがお似合いだよ。結婚したらいいよね。うん。うん、お似合いだと思う。応援してあげるよ。おめでとう。うん。いいんじゃない?俺がでもあの佐々木蘭ぐらいだったらさ、もっと違う男と付き合うけどな、もったいないよね、ミズニャンと付き合うって。うん、あのレベルだったらねえ高級クラブとか行けたんじゃないの。うん、もったいないよね。生理が来ない人はね、妊婦じゃないよ、生理不順かもしれない。うん、あ、風俗やった方がいいかもしれないね。風俗嬢が見えかもしれない。30個の5倍 ?28 個の5倍。あー、神さんやった、いろんな理由がありますね。うん、生理が来ないね。ああ、ゼロワンがフェイト離れたら爆投げしになる。ああ無理だろうね。酒やめたらね、多分プラプラになるんじゃない？ガンちゃんはもうちょっと清潔感があってね、うん、もったいないよね。やめれないでしょ。でも水にゃんカラコンしてんの？嘘でしょ？水にゃんカラコン？どうしちゃった？ブルーの？マジで？青？つけっぱなし？ワンデーのブルー5日間？うん、マジかよ。ランちゃんゴールドなの？何言われてもさ全然何とも思わないんだけど、全てが下の人
人です。そうでしょ、うん、何にも思わない。うんねえ、格が違いすぎるよ。ゴールドでしょ、ゴールドね。え、余裕があるからね僕は。うん、ゴールドはね月20万から30万じゃない、ギリ生活できるぐらい、クワでサラリーマンぐらいの給料ギリ。うん、あ、皆さん来週お願いします。来週できるだけ多くのナイス、うん、水谷が静寂すぐ落とせるって。落としてよ早く、マジで待ってんだけど。何年かかんの、落としてくれよ、頼むよ。プラチナプラスはね幅が結構あるね。だって松平とさ俺もプラチナプラスじゃん、両方稼ぎだいぶ違うんだけど、プラプラじゃん両方。だからすごい差があると思うよプラプラって。だからもう運営さんね、もうプラチナプラスの上を作るべきだね。クリスタルとかなんかね、かっこいいやつ。だって松平と一緒のランクだもんね、おかしいじゃんねえ。なんか上のランク作ってほしいよね。ダイヤモンドはなんかイベント用でもうできてるやつじゃん。うん、なんかかっこいい名前ね、うん、ブラックとかね。なんかかっこいいやつがあればね、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、なんだろうね、なんかかっこいい名前、うん、ブラックダイヤモンド、12秒っぽいね、ブラックダイヤモンド、うん。あ、レインボー中二病だね。レインボーは中二病。うん、ギャラクシー。でもこれで生活してるのがすごい。こんな配信で投げる人がいるんだね、ゴールドにする。俺だったらさ、風船すら投げたくないね。あ、すごいな、ゴールドまで。誰が何のために投げてんだろうね、理解ができない。うん、誰が投げるんだろう、バカがいるの、ランの囲いいるんだ。生活できるよ、ゴールドはギリで。シルプラは無理だけど、ゴールドだったらワンチャン。ゴルプラだったらもうようやく仕事辞めてもいいかなってぐらい、うん、もう配信一本で食っていくかっていう揺らいじゃうぐらい。え、どうしようどうしようって、今の仕事辞めてふわっち一本にするか、今の仕事やるかどうするかみたいな、うん、迷うよ。ゴルプラだったら迷いが来る。ふわっち一本かみたいな、どうするか。34万ゴルプラ、うん、プラチナになったら仕事辞めるかみたいな迷い時、俺めちゃくちゃ迷ったもん。
俺当時仕事しながらやってたけど、そのゴールドとか何もなかったけどね、いい目安になると思うね、今ねランクがあるから。ああゴルプラの時40いかないぐらいだった、あ結構稼げるねゴルプラね、手取り34万から40万ゴルプラ。プラプラで仕事してる人はすごい。だってね、無職のやつに、無職のやつがさ仕事しながら配信してる人に負けてるってことでしょ。じゃあその人仕事辞めてふわち一本だったらどれだけ収益伸びるのっていう話じゃん。だから無職のやつは負けたらダメだよね、仕事してる人に。でしょ、抑えてるわけじゃん、仕事してる時間があるわけじゃん、絶対負けたらダメだよね無職の人間は。いくらでも時間をさふわちに使えるわけじゃん、センスないよね無職のやつが仕事してる人に負けるって。それはね僕昔から言ってるんですよ、プロなわけじゃん、全部時間割けるわけじゃん配信にね。ねえ僕も無職だからね、これ一本だから仕事してる人に負けたらダメだなって思うんですよ。皆さんあと3分です。右下ライスお願いします。押してない方、ポチッと。あと無料アイテム、お願いします。無料押しちゃって、無料と。ナイス。押して押して押して。押しまくれ。スクールバクター。あと金塊の方ね。大丈夫？見てよ、金塊差し込み来ない？大丈夫？うわ有心ジャパン来てる、大丈夫かこれ、有心ジャパン来てるぞ、差し込み大丈夫？あと2分、有心が来てる、大丈夫か？もみじも来てる、うわミラクル連発してんじゃん、大丈夫かこれ、大丈夫？あと2分、有心ジャパンが来てるよ、大丈夫かな、スクールバック右下ナイスお願いします、金貨1個ラスコイ、お前が集中、大丈夫、有心来てる、金塊大丈夫かな、ギリギリギリ来てる、秋秋のもみじギリギリ来てる、10個のスカイランチャーナイス、お前がお前が、大丈夫もみじも大丈夫、うん、もみじ行ける、オッケー、皆さん無料アイテムスクールバッグお願いします。12時になりました、スクールバッグお願いします。勝った、
深海取れただ。疲れたマジ。スクールバックお願いします。おっしゃおっしゃおっしゃ。総合1位。オッケー。つら。つらいね。スクールバックお願いします。オッケー。うわー、ミラクル、秋のビール。つー、ミラクル、金塊ミラクル、金塊ミラクル、金塊ミラクル、うまい。温存してから次の日またいだらミラクル連発。うまい。次の日に回したかった。ミラクルいってる。ミラクル。こう来るわけですよ。Z 界は。えぐいでしょ。これなんです。ね。これが、お月界です。ナイス、切り替える？まだ起きてる？ゼロリさんも来てるけど、切り替えていい？来てくれる？すぐ OK。 300ナイスを狙おう。じゃあ切り替えるね。あ、マリアちゃんからやるとね。マリアちゃんにも無料言って、切り替えるから。ありがとうね。お捕まれ一回。マリアちゃんからナイスもらいたいから切り替える。マリアちゃんにもスクールバック行って。うぃす。